まあ、今日の試合内容も見てもらえば分かるように、ある程度、こっちがボールを持っていてもね、こういう負けになるってことは、精神的にまだ地域リーグなんで、最後のずっと山賀にしても、その間の栃木にしても、失点をする時間帯がラストの20分とか15分抜けちゃうっていうのは、集中力がないんで。てたっていうのが外してくれたっていうのが微妙なんだけど、まあ、ゼロで折り返したのが大きかったの道は、まあ、戦えないわけでもないっていうのもみんな、ね、今日来たお客さんも分かってくれただろうし、逆に後半だけのプレーを見ていればね、うわ長野強いって思った人もいてくれると思う、少なからず。ただやっぱりそれでね、調子こいちゃダメなんで、また来週は締めてね、連勝できるように頑張りたいと思いますけど、やられててもおかしくないような試合だったけど、まあ、課題もあるけど、まあ、結果ね、2-0 でアウェーで勝ったっていうのは大きな一勝になってるし、やっぱりホームで勝ってね、そのホームのお客さんを一番喜ばせるっていうのが、まあ、俺らの仕事でもあるからね、本当にまあ勝ちにこだわったね試合をしたいと思うし、楽しい試合できたらいいなと思いますけどね。今2位ですから。今そうですか、暫定ね。あ、暫定ね、はい。速攻みたいな形でね、こっちが点を逆に取れたので、まあ、しっかり練習やってきたことが出たので、うん、いい試合だったと思いますけど。負けないんですね。強いんじゃない、うち強いよね、だって12戦負けてないんだから。決めれるところも少しあったし、逆を言えばまあ決められそうな部分も確かにたくさんあったので、ね、まあ、でもこういう悪い試合の時にもこうやって勝っていくだけの、ね、力はまあついてきたのかなっていいように解釈しています。うん、まあ、自滅です。全てにおいて以上です。前半もミスばっかり、オンパレードでしょ、すごいね。相手の寄せが良かったんですか、いつも自滅ですか。寄せって問題ないでしょ、中学校からやった方がいいんじゃないか、もう一回こいつら。コメントはないね、あんまりね、勝ちたくないんじゃないかな、もしかしたらね。あれだけね、決定機もあって外してて、これで守るとこじゃ守れない、今日負けた責任は俺が悪い、それは俺を非難してくれればいいけど、まあ、立て直すって言った意味ではね、選手がしっかりこれを重く受け止めなきゃいけないと思うよ、今日の試合はね。うん、内容はひどいよ、だけどまあこういう試合もあるしね、その中でも勝ち点3取っていけるようなチームになってきたのかなって、いい方に考えればね。それだけ。これからまた琉球が2戦連続して、最後また滋賀なんでね、滋賀が一つ引き分けてくれると、うちが勝ち続けるとまた最後に決勝戦みたいなのになるんで、とにかくね、まあ、一つの上でもね、順位を上げてこのシーズン終わりたいと思うんでね、頑張ってんじゃねえ、1年目で褒めて選手、そうそう、俺もそうかな俺も褒めて、あんまり褒められないからさ。